はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。はい、9月末ですね、29日から3日間岐阜県大垣市にある川崎文具店さんでのイベント、新店舗でしたね、こけら落としとしてイベントをさせていただきました。本当に今回もね、多くのお客様に来ていただきありがとうございます。はい、川崎さんとこもう4年連続イベントをさせていただいておりますが、岐阜県というのか川崎さんとこのイベントはね、フリータイムに来るお客さんがめちゃくちゃ多いですね。他の店舗さんでもフリータイム多い時は多いんですけども、今回は60人ぐらいでしたので、多かったなという感じですね。はい、はがきで並ぶよりもフリータイムで見たいっていうことなんでしょうか。できればはがきで申し込んでいただいて見ていただける方がいいかなと。その方が絶対に確実ですし、時間も長いですしって思うんですけど、これはあれなんですかね、どうなんですかね。はい、で11月のねイベント、はい、ストーリー横浜さん、神奈川県横浜市ですね。はい、もうハガキ出していただけましたでしょうか。はい、25日ですかねぐらいの時には、まあ100何十通って言ってましたので、まあ多分150、60はハガキ集まってるんではないんでしょうか。まあなので今回は4日間あります。はい、まあ夕方からっていうのと、土曜日11月4日ですね。はい、僕がちょっと東京ペンションの方に納品プラス遊びにちょっと行きますので、まあちょっと時間が短いのが2日間ありますが、フリータイムも日曜日午後取れるかなという感じで進めております。またよろしくお願いいたします。はい、ペンの紹介ね、買って、まあいろいろ紹介できてないんですけども、いろいろ買ってます。今回万年筆ですね。こちら、ベヌーっていうところの万年筆。あんまり聞かないし、あんまり取り扱ってるところないかなと思うんですけど、川崎さんのとこでは、はい、こちら、ベヌー取り扱いがあります。でもそんなに量がね、入ってきてない万年筆ですね。はい。よいしょ、こういった感じですね。はい、もう忙しくてね、9月半ば川崎さんのところに2部シャープなのね、長谷さんが来てくださってた時に、まあ僕動画撮りに行って、まあちょっとお話ししに行った時に買わさせていただいたものなんですけども、はい、こういうアクリルの八角、ちょっとらせん状になってるやつですね。はい、このアクリルですね、まあこっちの形、2種類形があって、こちらはグランドセプターっていう形の方で、こっちの方が高かったかな、確か26,000円ですね。もう一個のストレートな形の方は2万円だったと思います。ペン先は鉄ペンですね。はい、大きさ的にどうですかね。まあ鉄ペンでも書きやすいと思います。まあもちろん調整もしていただいておりますので、はい、大丈夫かなという感じです。はい、まだ全然インク入れてないんですけども、まあちょっといろいろマネースも楽しんでいきたいなと思っております。でこちらのアクリル、まあ樹脂の方なんですけども、蓄光タイプになっておりますね。はい、なので光ずっと昼間当たるとこ置いておいて、まあ夜暗くなると光るっていう感じなんですけど、今ずっとね箱の中に入れてあったので全然光溜め込んでませんね。はい、また写真そのうち撮れれば撮ってみたいなと思います。はい、というわけで、で万年筆ね、まあ今回のイベント
クローズドエンド接並びに、まあヘリコさんとコラボしてるねロングシュクル、僕のアクリルで作ってもらってるんですけども、まあ近辺ということで、まあわりかし僕のやつは大きいのと、まあ14金でまあちょっと柔らかめで、まあわりかしスタンダードに近いかなとは思っております。でね、どのまあいろんな方お話聞くんですけど、まあ若い方が来てくださって、まあ万年筆初めて使うにはどうしたらいいですかねみたいなお話もしたりするんですけども、安いやつからでいいと思います。本当にプレピーとかね、まあちょっといいの持ちたいなと思ったらサファリとかツイスビーなんかもすごいいいですね。まあ5000円ぐらいまでで、うん、鉄面ですけどすごくいいものあるので、はい。でどれがいいっていうわけじゃなくって、その僕も長原さんにこれは調整していただいたんですけども、自分の書き癖、そうそう、ボールペンとかシャーペンで書き癖って、まあある程度斜めにしてもやってもある程度のところで書けちゃうんですけど、万年筆って自分の書くこの角度とかどう持つのか、まあ立てる人寝せる人を含めてペンポイントっていうのがねできてくるんですよね。まあそこにきっちり当たるようにね調整をしていただける、そのニブシャープナーなり、まあ、ペンランドカフェさんであったりとか、そのペン先をね触ってくれる方がいます。まあ今回川崎さんのところではペンドクターのシシクラさんがいらっしゃいました。はい。まあそんな感じで、そういう方がいらっしゃるところで最初やるとね、まあどんなペンでもね自分のあれがかなり書きやすくなると思うので、そういうところで一回試してください。で誰かがいいって言ってるやつが自分にとっていいっていうことはね、基本的に万年筆はありえないって思っております。もちろんその書き癖とかがすごく似てて同じ意見っていうのはあるかもしれませんが、自分もうどんなペンを買ってもね自分好みにできますので、もうぜひぜひ、ちょっとハードル高いかもしれませんけども、もしねその文具が好きということであれば、また万年筆ね、そういう調整してくれる方のところへ行って試し書きをして、万年筆を使うね沼の扉を叩いていただければなと思っております。またよろしくお願いします。あ、で最後に一つ、まあちょっとイベント中あったんですけども、工房説の工房に来たいという方がいらっしゃいました。工房説のイベント、工房の方ですね、ごめんなさい、公開しておりません。来ていただいても困ります。まあなぜかっていうと、まあ前の工房ですね、昔工房の方にお客さん呼んでた時に、やっぱりいない時にやっぱり裁量泥棒に遭ってるということで、工房の方はもう一切公開しておりません。そして事務所の方、名刺に書いてある方は事務所の方なんですけども、まあ平日こうやっている時もあるんですが、いない時の方がほとんどです。結構工房にいます。なので対応することができません。アポイントメントなしで来られる方、まあ今まで何回かいらっしゃいましたが、事務所の中に通したことはありません。はい。僕が行った時はその場で書いていただきましたし、まあいませんのでっていうことで電話いただいたこともあるんですが、ちょっと対応ができませんのですいませんが、工房説の方には事務所並びに工房の方にはね、ちょっと来ていただいてはちょっと困るということで、よろしく お願い申し上げます。またね状況が変わってね、はい、事務所の方でも何かしらお話できるようなことができるようになればね、はい、来ていただいてもいいかなと思っております。またそんな機会ができましたらまたご連絡したいと思います。はい、ではでは、まあ木軸ペン並びにその先万年筆という世界をね皆さんにね、はい、
進んでいただきたいなという願いを込めながら動画撮っております。またよろしくお願いいたします。